ただ松井和夫というんですからちょっと小田苦しいですよね、はい、まあ、当然この首脳陣の構想としてはこの4番にサンチェスあるいはペーニャという形のオーダーを組みたいところでしょうが、両外国人まだ本領発揮という形にいかないところで松井和夫が打って、これは大きな当たり、ライトスタンド入った、松井和夫第4号の先制のホームラン、4番に入っている松井和夫、いやーホームランです。4番バッターが欲しいのはもちろんホームランですが、松井和夫を4番で打ちました。イーグルス1点を先制。少しまだ変化球がねちょっと少ないような感じがするんですよね。はい、いや、はい、ワンボールの後の、まあ、ストレートですよね。そうですよね、それが真ん中寄りに来てますから、スタンドに運びました、はい、松井和夫4番に入ってここまで10打数3安打打点2だったんですが、ものの見事にホームランを放ちました。先制したのはイーグルス。